サッカー日本代表は現地時間9月12日、ベルギーヘンクでトルコ代表との国際親善試合を行い、4-2で勝利を収めた。同9日のドイツ戦に続く4得点を奪っての解消に、隣国、韓国のメディアも驚きの声を上げている。動画、ドイツ戦に続き攻撃力が爆発。森安ジャパン、トルコを4発で撃破。大手市、中央日報、は、 2軍でもトルコに4対2で干渉した日本サッカー。と題した記事で、日本は、相手のハンジフリック監督を解任に追い込んだ、ドイツ戦に続き、トルコ戦でも中村慶とスタッド・ランスの2得点などでやはり攻撃力で相手を上回り、4対2でトルコをねじ伏せたと伝えた。加えて、日本はドイツ戦に出たメンバーのうち、なんと10人を入れ替えた。 事実上の二軍メンバーで挑んでもトルコを圧倒したのだ、と選手層の厚さに言及すると、一試合あたり4ゴールを生み出す恐ろしい破壊力も誇示した、と攻撃力の高さに驚きを示している。さらに同メディアは、日本が6月の国際親善試合でもエルサルバドルに6対0、ペルーに4対1で対象している結果も紹介し、最近4試合で18ゴールも記録している、と伝えた。 一方の韓国はサウジアラビアに対して1対0で勝利。クリンスマン体制6戦目にして初勝利を飾っている。